佐賀競馬第9レース、宮崎県馬地地区産振興協議会協賛、宮崎県馬地地区産振興杯です。C18 組のメンバー、距離は1 4 0 0ル出走馬11頭です。さて、この4日開催、ナイター開催は、今日までで来週1月13日の開催から、3月10日はイブニング開催です。1レースの発送予定時刻が、 1>, 1時20分と早めになりますので皆様お気をつけくださいさあゲートインは早くも10棟ゲートの中に揃ってこれから11番南陽いざよいおっと前扉が開いてしまいました11番南陽いざよい10棟ゲートの中に揃ったところで南陽いざよいが飛び出してしまいました これから内容いざよいゲートの後ろに回されますが他の各馬も一旦ゲートから出されます続々と各馬ゲートの外へ出されますスターターが降りました第9レース発送が遅れますしばらくお待ちください 佐賀競馬第9競争についてお知らせいたしますただいま発送地点において係員が負傷したため救助を行っていますそのため発送時刻が遅れますのでご了承ください 佐賀競馬第9競争についてお知らせいたしますただいま発送地点において係員が負傷したため救助を行っていますそのため発送時刻が遅れておりますご了承ください 佐賀競馬第9競争についてお知らせいたします大変長らくお待たせいたしました準備が整いましたのでまもなく発送いたします お待たせいたしました第9レースです。宮崎県バジチクさん振興協議会協賛宮崎県バジチクさん振興杯です。C18 組のメンバー11頭です。枠入りの際、係員が負傷者ため救号を行いました。お待ちいただいたファンの皆様ありがとうございました。さあゲートインは1番の宮野乱号が収まってこれから偶数番号の各馬のゲートインです。6番ロダルキラー4番リリージャスパー 2番ポップツッキーが収まって9レーン最後のゲートインは10番ミス・ルーマーこれからゲートに向かいます収まりました11頭ゲートイン完了ですスタートしました8番ミス・マチルダコースタートを切め